起点付近谷町ジャンクション谷町ジャンクション直下の六本木二丁目交差点。首都高磁気化を利用した右折車線がある。東京都道412号霞が関渋谷線は東京都千代田区から同渋谷区に至る特例都道である。全線にわたり六本木通りの通称が設定されている。1964年の東京オリンピックに向けて 東京都市計画道路幹線街路放射台22号線として整備された。千代田区霞が関から港区六本木、西麻布を経て渋谷区渋谷へ至る道路である。起点から終点はむね南西に向かって進み、国道246号の南側を並行するように通る。終点の渋谷署前交差点では直進で国道246号に合流し、 終点から見ると、国道246号が左へ分岐する構造になっている。ほぼ全線にわたって、高架上に、首都高速3号渋谷線及び、首都高速都心環状線が並行しており、一部交差点の右折車線もこの高架下に設置されている。東京メトロ南北線が、ため池山の駅六本木一丁目駅間で、東道路の地下を経由するが、駅は設置されていない。 六本木町名駅は東京都道415号高輪麻布線直下に設置されている東京メトロ日比谷線が六本木駅の前後で直下を走っている一覧表東京都建設教区2017年11月14日閲覧都道検索都道検索システム東京都建設教区2017年11月20日閲覧 都道検索都道検索システム東京都建設教区2017年11月20日閲覧大原上原西原築道路大長平面図渋谷区2017年11月14日閲覧ありがとうございます